こんん。にちは、野球ファンの皆さん今日も大谷翔平選手と彼の愛犬デコピンの名コンビが織りなす驚きの瞬間について深く釣りしてみましょう今回のテーマはただ単に野球のプレーだけではなく彼の愛犬デコピンとの特別な絆が生み出した数々のエピソードです SNS 上で注目されたデコピンと大谷翔平の奇妙ともいえるコラボレーションがアメリカの野球界に新たな風を吹き込みました それではこの異例のコラボが生まれた背景や SNS での反応そして大谷翔平の偉業について詳しく見ていきましょう突如現れたデコピン米国ファンを魅了する新の MVPMLB 公式 SNS が各タイトル獲得選手を紹介する投稿の中で最も注目を集めたのは大谷翔平選手のオプス部門1位の写真ですしかし驚くべきことにその写真は 大谷翔平選手がプレーしているシーンではなく彼の愛犬デコピンとのハイタッチの瞬間が使われたのですこの投稿に対するファンの反応は爆発的でまさに SNS 上でバズる現象が起きました「デコピンが本物のオプスリーダーだデコピンに MVP を」というコメントが次々と寄せられデコピンはアメリカの野球ファンの間でも一躍有名になりました 彼らの間では野球界の頂点に立つ大谷翔平とその隣に寄り添うデコピンが見せる愛らしい姿が新たなヒーロー像として受け入れられているのです大谷翔平選手の驚異的なパフォーマンスデータで見る圧倒的な成績もちろん野球選手としての大谷翔平選手のパフォーマンスも圧倒的です今シーズン彼は54本塁打130打点 打率点310というキャリア杯を達成し二刀流としての存在感を改めて証明しました特にオプス1.036という成績は打者としての大谷翔平選手の圧倒的な貢献度を示すものですまた大谷翔平選手は59盗塁を記録し前人未到の50本塁打 &50 盗塁のクラブに仲間入りしましたこれにより野球界の歴史に新たなページが刻まれました この偉業はただのパワーヒッターではなく、スピードと巧みな走塁も兼ね備えた選手であることを証明しています。そして、これらの数字だけでなく、彼のプレースタイルや精神的な強さも、彼が MVP にふさわしい理由の一つです。シーズン中、大谷翔平選手は159試合に出場し、チームを支え続けました。彼の安定感と忍耐力は、 今後も彼をトッププレイヤーとして君臨させる要因となるでしょうデコピンと大谷翔平の絆が生んだ感動的な瞬間しかし今シーズン最も話題を集めたのは大谷翔平と彼の愛犬デコピンとの絆です8月28日のオリオールズ戦で始球式を行ったデコピンが登場した瞬間球場全体が沸き立ちました 大谷翔平選手もその場に立ち会い、満面の笑顔でデコピンとハイタッチする姿が撮影されました。この写真は、後に MLB 公式 SNS にも投稿され、ファンの間で瞬く間に広まりました。特にアメリカのファンは、この写真を見て、デコピンが MVP にふさわしいと冗談を飛ばすなど、大いに盛り上がりました。この瞬間は単ななる始球式を超えた特別な出来事として 多くのの人々の心に刻まれまれした異例の写真選択が示す MLB の遊び心なぜ MLB はプレー写真ではなくデコピンとのハイタッチの写真を選んだのでしょうかその理由の一つには MLB の遊び心が挙げられます通常タイトル獲得者の紹介にはプレー中の真剣な写真が使用されますが大谷翔平選手のオプスワンイの発表に際しては「 彼とデコピンの和やかな瞬間が採用されましたこのユニークな選択は MLB が大谷翔平選手の人間的な側面も大切にしていることを示しており彼がただのアスリートではなく愛犬と共にファンに親しまれている存在であることを象徴していますファンが感じた感動と未来への期待大谷翔平選手とデコピンのコラボは野球ファンのみならず ペット愛効果や一般の人々にも大きな感動を与えました彼らの姿はスポーツとペットの関係が人々に与える癒しや感動を象徴するものであり大谷翔平選手のプレーがどれほどの影響を与えているかを再確認させてくれる瞬間となりました私たちは今後も大谷翔平選手とデコピンの活躍に期待し彼らの絆が新たな感動を生むことを楽しみにしています野球の試合だけでなく 彼とデコピンの心温まる瞬間が私たちの日常に彩りを与えてくれるでしょう感動的なメッセージとファンへの呼びかけこれからも大谷翔平選手とデコピンの絆に注目しながら彼らを応援していきましょう野球というスポーツの魅力だけでなくそこに隠された人間的なストーリーが私たちにさらなる感動をもたらしてくれることを信じています 大谷翔平選手の圧倒的なパフォーマンスとデコピンとの微笑ましい瞬間が野球ファンの心に深く刻まれこれからのシーズンも一緒に応援し続ける理由となることでしょう大谷翔平とデコピン彼らの次なる一歩を共に見守り応援しましょう